街の光と影の中、去りゆくあなたへ送る言葉。カノンが解除されました。トゥース3年 B 組銀八先生です。人は人として人の上に人を作らず、君らは腐ったみかんじゃない。カトゥーカトゥー。はい、ということで今日もやっていきましょうかね。いきなりね、金曜の夜勤で今マイナスしたんでね、これからカンパックのベースです。で今日はね2021年10月10日ですね。今日なんで10月10日なんや、変なの。7月10日ですね。7月10日の午前何時だ？午前わからん。午前わからん。0時ですね。0時半ですね。はい、マイナス完了でカンパックしております。でね、今日はね、私しか仕事をしてないんじゃないのかと言った感じでね。あのね、昨日一昨日と山口県広島県大雨でね、豪雨災害、大雨でね、まあ山陽自動車道が止まったり、2号線がね、その影響でもう動かなくなってね、交通がね麻痺して、そのためにね運行が中止になったところがねたくさんあります。で、私がやっているこの仕事もですね、昨日運行停止になりましたね。運行が停止になりました。で、今日は走ってくれということでね、これは夜中に作業してますな。すごいね、あれ。でね、まあ今日私だけが仕事をしてるんじゃないかと思えるぐらいにね、トラックが走ってないですね。ほんとね、帰ってくる時もですね、国道2号線非常に車が少なかったですね。走りやすかったです。まあ、金曜日の夜ということもあってね、大概金曜日の夜ってね多いんですけどね、車が多いというか乗用車が多いですね。レジャーがマイカーが多いんですわ。もちろん県外ナンバーもいましたけれどもね。で、そんな中、まあ、トラックは少なかったですね。で、まあ、運行停止になったりね、なんか、そういった影響でしょうかね。
この周りもね、結構トラックは走ってるんですけどね、この時間に。もう全然いないですね。土曜日か日曜日の夜ぐらいに、誰もいないというところですけれども。はい。で、1週間終わりました。やっと1週間終わりましたよ。そんな中でね、今週も無事終われたことにね、感謝いたします。はい。これから帰ってね、早朝ライブやってみようかなと思っております。めったないんでね、めったないというか、まあ、ライブ自体もね、最近やれてないんでね、先週かなんかやれましたけれどもね。ああ、今私の後輩が帰ってきましたね。よくわかるんだろうか、私の車がね。後輩が帰ってきました。はい。そんなところでね、まあ、今日あたりね、ライブをやろうかなと思っております。でね、コンビニから配信してみるのも面白いかなと思うんですけれどもね、今日はやれませんけどね、まあ、来週再来週あたりね、時間があったら帰るというかね、マイカーで帰るときですよ、もちろんね。もうトラックはね、もう一目散に会社に帰りたいんでね、ちょっと会社に帰ってですね、洗います、洗車します。30分あたりね、頭だけ洗って帰ろうかなと思います。で、来週まだね、まだ梅雨が前半、月曜日これまだね、わかんないんでね、まあ頭だけ洗って帰ろうかなと思っております。まあほぼ30分ですね、30分ばっかし流して帰ろうかなと思っております。あ、そのとこですね。で、家に帰ってね、ライブをやろうかなと。飯を食いながらのね、まあ多分ね、これを配信する頃には、まあもちろんライブ終わってますけどね、ひょっとしてね、ライブしないかもしれませんけれども、私のライブって告知しないんで、はい。まあライブ、まあこれでね、これをアップするときにはライブするよと言ってるかもしれないけれども、家に帰ってねご飯作って、で、さーてやるかと思ったときにね、めんどくさいからね、面倒というかね、ちょっとね、若干眠いんですよね。スイマーの方が勝ったらね、もうやめようかなと、はい、思います。わかりませんけどね、それも。まあライブできたらちょっとやろうかなと思っちゃいますけれども、やらんかもしれませんけれども、やるかもしれませんけれども、はい。なんか気が抜けたんでしょうかね。なんか眠いですわ。急に眠くなってきましたね。あと5分で会社着くんですけどね、なんか急に眠くなっちゃいますよ。はーい、そんなとこです。腹減ったな、しかし腹減ったな。ちょっと軽くカステラでも食おうかしら。カステラじゃない、どら焼き2つぐらい食べて、ね、それから洗おうかな。すごい腹減ったんでね、倒れちゃいかんと言ったところで、そうそう、今日はね、
運休してるトラックはね多いかったのでね、今日早く降ろせましたわ。荷降ろしがね、で私の前のトラックはね、いつも私の前で降ろすトラックはね今日来てなかったんですよ。それでもね、もしかしたら来るかもしれないんでね、様子を見ながら見てましたけどもね、どうも来る様子がなかったんでね、もうとっとと私降ろしましたわ。降ろして帰ってきました。なのでいつもの時間より30分ぐらい早いかな、30分ぐらい早い感じですわ。はい、こんなところで、あー眠いわ。まあ夜中の洗車とかね、なんかなんて言いましょうかね、うちの会社ね、Wi-Fi があるんですよね。 Wi-Fi がね、あるんでね、そのライブ私が車を洗うところを、まあ黙々と洗車するところをライブ配信したら面白いかなと思いますけれども、まあそれはちょっとできないんでね、できないんで、すいませんね、できんこと言うんじゃないと、できんことをお前言うんじゃねえよと叱られますね。はい、すみませんでした。それはね、多分会社からお叱りを受けるでしょうからね。はい、まあ、そんなこんなで1週間終わりましたわ。まあちょっとささっと洗って帰りましょう。はい、もう眠たいですわ。はい、そんなところで皆さんも1週間お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。それではさらばだ。